田原本線は、奈良県北葛城郡王子町の新王子駅から、奈良県四季郡田原本町の西田原本駅までを、結ぶ近畿日本鉄道の鉄道路線。奈良盆地の中央部にある田原本町と、関西本線を結ぶ。近年は、沿線の宅地開発が進み、大阪方面への通勤、通学路線となっている。全線が郡部を通り、全く市を通らない。 なお、正式な起点は新大子駅だが、列車運行場は、西田原本駅から新大子駅へ向かう列車が下り、逆方向が、上りとなっている。付設の歴史的経緯から、近鉄では唯一、他の路線から孤立した路線である。新大子駅で、生駒線大子駅と、西田原本駅で、柏原線田原本駅と近接しており、いずれも、徒歩連絡で乗り継ぎできる。なお、 西田原本駅の北側に、柏原線との連絡線があるため線路は、他の路線とつながっており、そこから、車両の出し入れを行っている。ホーム有効庁は、全8駅とも3両である。2011年10月1日、少子高齢化による、乗降客の減少に伴い、西田原本駅と新大寺駅を除く田原本線の6駅が、終日無人駅となった。 山和鉄道の手により開業したことから、現在でもこの地域に昔から住んでいた高齢者には、この路線のことを大鉄と呼ぶ人もいる。開業時の期間は 1067mm で、山和鉄道時代の1948年に、名古屋線や鈴鹿線に先行して 1067mm 期間から、柏原線と同じ標準期に改め期されている。全線。 大阪東葛部の管轄である。西田原本駅を出て、すぐに、柏原線との連絡線が右へ分岐し、わずかに、柏原線と並走するも左にカーブし、住宅地を抜けて直進する。田畑が広がる中で、国道24号及び、京奈和自動車道をくぐり、左にカーブをすると、黒田駅、そのまま直進して、田島駅で、蘇我川を渡って、 橋尾駅に到着する。橋尾駅を出ると北寄りに進路を変えて、河合町の中心部に位置する池辺駅を通過し、西大和ニュータウンの西側から北側を回り込むように走り始め、三田川駅を過ぎると西名阪自動車道をくぐる。西大和ニュータウンの北側に位置する大林電駅を過ぎると団地と雑木林の中を走り、これを抜けると右にカーブして正面に、 市議山とそのふもとに広がる住宅地が見てくる。築堤を走行し始めて次第に左手から和歌山線が合流してくると速度を落とし関西本線を越えて左にカーブをする。国道25号をくぐると新大寺駅に到着する。他の路線と効率しているが新大寺駅または西田原本駅で徒歩連絡する場合は 乗車キロを通算して、運賃を計算できる。田原本線を経由して、生駒線方面と柏原線方面の間を乗車する時も同様である。乗り継ぎは当日中であればよく、時間制限は特にない。新大子駅と西田原本駅には自動改札機が設置されており、普通乗車券での乗り継ぎにも対応している。スルッと関西対応カードは、 新大路駅と西田原本駅に限り自動券売機で乗車券に引き換えできる。中間駅の自動券売機は対応していない。自動改札機への直接投入による利用は最後までできなかった。近鉄線各駅から自動改札機への直接投入で乗車し、大路駅または田原本駅まで来た時は自動生産機で 目的駅までの時期券に引き換えた上で出場し、新大寺駅、または、西田原元駅に入場して乗り継ぐ必要があった。関西スルーパスは全線で利用できない。2007年4月1日から、IC カード、ピタパ、イコーカが全駅で利用できるようになった。また2013年3月23日より、スイカなどの全国総合利用乗車カードも利用可能である。 中間駅には IC カード専用の簡易改札機が設置されている。乗り継ぎ駅の自動改札機にタッチして出場、入場すれば自動的に通算した運賃が計算される。ただし、京阪な線への乗り継ぎ利用に制約があり、次の経路で乗車すると、生駒駅の奈良線、生駒線京阪な線の中間改札を通れない。 タワラモト開業100周年を記念して、ダークグリーンに一色に復刻された8400系8409回、全列車が、西タワラモト駅から新王子駅間の通し、運転の普通である。2018年3月17日の、ダイヤ変更以降は平日ダイヤが60往復、と休日ダイヤが58往復運転されている。1時間あたり朝、夕は4本。 昼間時は2から3本の設定となっている。途中の交換可能駅は、橋尾駅、大輪電駅のみであり、ほぼ終日にわたって、両駅で列車交換が行われる、ネットダイヤを形成しているため、全区間の所要時間は朝、夕よりも昼間時の方が列車によって数分長くなっている。大型車が入れない要因となっていた一部区間の曲線の緩和を完了した。 直後の1990年7月1日より大型車の導入を開始した。大型車導入当時は8 0 0系や8 2 0系を置き換える形で8 0 0 0系の3両編成が運用されていた。1992年3月19日に全列車でワンマン運転を開始し、これにより8 0 0系、8 2 0系、8 0 0 0系は撤退し、以後は ワンマン運転対応した最大事件者区所属の8400系の3両編成が使用されている。途中の駅はすべて無人駅であるが、ホーム側のすべてのドアが開く。ワンマン化される前には、新大寺駅、大林連駅間の区間運転列車が設定されていた。これは、工作線を除く近鉄の営業列車としては、最短距離であった。なお、 大晦日から元旦にかけての終夜運転は、田原本線では1997年12月31日から1998年1月1日にかけて実施されたのを最後にそれ以降は実施されていない。両端駅が独立しているため、線内運転のみであったが、沿線のうまみ丘陵公園で、全国都市緑化なら、フェアが開催されるのに合わせ、 2010年9月18日から20日に、かけてと11月13日14日に、大和最大自発にした原本経由、新大事業臨時休行大和花子読み号が設定された。この休行は、柏原線との連絡線を経由して運行され、途中西野駅、近鉄郡山駅、平丹駅と、西田原本駅から新大寺駅までの各駅に、停車した。 この列車は2011年10月1日にもうまみ、丘陵公園フリーハイキング実施に合わせ運行された。また、2014年10月5日には、生駒線、タワラ線近鉄合併50周年を記念して、生駒発新大事業臨時急行が運転された。2018年4月1日より、 バワラ線の開業100周年を記念して8 4 0 0系の3両編成のうち1編成に8 2 0系の復刻塗装を施して運行している。さらに、同年7月18日より復刻塗装の第2弾として8 4 0 0系の別の1編成がダークグリーンに塗装されて営業運転に入った。 大和鉄道により、機間 1067mm の蒸気鉄道として、開業した。同社は、桜井駅まで一時路線を延伸し、名張方面への延伸も拡策していたが、近鉄の前身の大阪電気軌道が、うねび線や大阪線を建設したことで、競合する形により、収入が減少し、大気の参加に入った。戦時中、不要不急線として、 近鉄の路線と競合する田原本桜井間を休止し、戦後には近鉄の他社線と規格を揃えるため、電化と 1435mm への改め機を実施している。大和鉄道は1961年、後の近鉄井駒線を当時経営していた、市井駒電鉄へ合併されるが、その3年後には、同社も近鉄へ統合されたため、 近鉄の俵本線となった。ありがとうございます。